どうもクラリネット奏者なおです。今日はコンクールのお話を、2019年のコンクールのお話をしたいと思います。相変わらず叩かれてもめげずにやっていきたいと思いますけれどもね。はい、今回のコンクールのお話なんですが、まあ私の単なる予想をお話ししていきたいと思います。で、その予想って何かっていうと、今回のコンクールでどの学校がどういう曲が、一番演奏されるかなっていう勝手な私の予想と、まあ、あと簡単な解説をしていきたいと思います。まず、一番今回演奏されるであろう曲を私の勝手な予想ですけれど、おそらく3課題曲3、春だと思います。更新曲春だと思います。で、これの明確な理由を今から喋ります。まず課題曲3に関しては聞き映えがする、ある程度実力が伴わなくても、こういう言い方するとすごく失礼でしょうけど、ある程度実力が伴わなくてもそこそこの演奏ができるんじゃないかなってことと、あとしっかりやってる学校であれば、あのきちんと演奏できるんじゃないかなとも思ったんですね。そういう意味でも、まあ言い方悪いですけど、まあ言い方悪いって何でも言っちゃってますね90点を狙うんであればこの曲なんですよ。80点から90点、例えば、まあ、あの特にね、まあ、100点満点方式じゃない学、ね、地区もいろんな点数 の、ね、あの審査の方法あると思いますけど、とりあえず今100点満点で言いますね。80から90を目指す学校はこの曲が一番いいんですよ。100点満点は目指さないと、100点取れなくていいと、90、80でいいっていう、80から90ぐらいでいいっていう学校は、まあ、こういう方するとね、向上心ないとか思われそうだけど、そうじゃなくて安全に90点までを狙いたいっていう学校ですよね。危険運転はしたくないっていう学校とか、あとむしろ、今まで吹奏コンクール であまりいい点取れなかったから、しっかり練習してあの80点90点になりたいっていうような学校とかも選ぶと思うんです。そういう意味では、あとなんだろう、自分の学校自信がないから3番を選びたいっていう学校もあると思うんですね。まあそういういろんな、あの要するに理由というか、理由がありつきそうな曲なんですよ。で、聞き映えがすごく良くて、で多分楽譜上そこまで難しくないし、テンポもゆっくりだから、マーチらしさ出さなくていい、ある程度でいいと、マーチらしさは。でコンサートマーチだから、まあ、あの吹奏楽の得意なところをもうひたすら行けばいい曲なので、まあ、冒頭聴いただけですからね、まだ視聴音源しか出てないですから、あの何とも言えないんですけれども、全部聴いたらもうまた感想変わるかもしれないけれども、これ全部の曲に言えることですが、まあ、ただ、まあ、今のところは3かなって思います。で、100点満点を目指したい学校は1か5に行くと思うんですよ、多分。だから強豪校とか1と5が多くなると思う。だからおそらくですが、地区大会は3が多いんだけど、全国だと1と5が多くなるんじゃないかな。ただそこに3も結構混じってくる、しっかり入ってくるっていう感じになると思います。ただ3の数が1と5を上回る、あ、じゃあ下回ることはないんじゃないかな。全国でもおそらく3を選ぶ全国の学校も多いと思うんで、多分1号が地区大会よりは増えるけど、3号学校が全国でやっぱ多いなっていうなるんじゃないかな。実はね、俺最初は4か2か2か4かなとも思ったんですが、2は明確に難しいなって思ったポイントがあるんです。やっぱサックス の、 あの軽やかなメロディー、あれを出すのが結構大変なんじゃないかなと思うんですよ、あの中高生の皆さんにとって。特に中学生は、あの特にちょっとリズムがね、ちょっとだけ引っ掛けてるので、そういうところでボロが出やすいから、2も4も、まあ、2も4もね、ボロが出やすいんじゃないかなって、まだ冒頭1分でそう言い切れるかどうかは私も自信ないんですが、2と4はボロが出やすくなるっていう判断をして3に行く学校が多い。で、強豪校は2と4だとちょっと物足りないんじゃないかなって思うんですよね。その演奏的に、その子たちにとってね、やるそのモチベーションって意味で、だから1か5を選ぶ、もしくは3を選ぶ、1、3、5のどれかで1と5が多くなるんじゃないかなっていうところが私の予想で、5を演奏できる学校って結構限られるので、他の1が結構その強豪は増えるんじゃないかなっていう感じですね。1すごくいい曲ですね。でも本当に、あの私ね、一応楽譜を書いてた時期があるので、一応編曲は今でも書くけど、作曲はもうね引退しちゃってますけど、趣味でというよりもあのプロを目指して
たかった自分もいるんですけどね、ソルフェージュ能力のなさにもう嫌気がさして、私は作曲家という道はね諦めたんですけれども、その本当に私が書きたいような曲だったので、まあ、実際は書けないですよ、書けないですけど、すごくいい曲だなって思いました。私本当にこれは課題曲じゃなくていいんじゃないって思うぐらい、本当吹奏楽のオリジナル曲としてね、あってはいいんじゃないかなって思う素晴らしい曲だったなと思いますね。早くフルバージョン聴きたいなと思いますけれども、今フルバージョン多分いろんなところが撮る準備をしていると思います。昨年はねウィッシュが演奏してましたけれども、知り合いが乗っててびっくりしましたけど、知り合いというか後輩、大学の後輩、かなりしたけど7、8後輩かな、はい、後輩が乗ってておーっと思ってびっくりしましたけどね、さすがみたいな若手でね、こんなこと雑談ですよ、どうでもいい話ですけど、若手で今伸び盛りの子でシエナとかでエキストラ行ってるような子なんで、あ、まあ出てくるのは当然だろうなと思いながらね、先輩はこう眺めてこう素晴らしいなと思いながら眺めてるわけなんです。私より全然上手な子ですよ。はい、ね、で、まあね、まあ今回まあ吹奏楽コンクールのね話題をちゃんといろんな情報が更新されている時にお話ししていこうかなと思ってるん でまた叩かれるのは覚悟してます。この動画も叩かれるのは覚悟してるしね、もう本当に前回の動画も叩かれまくりましたからね、いろいろもうコメント返すのめんどくさかったら全部返してないし、もう見てはいるか、ある程度見ていますけどね。はい、でね、ちょっとねここでね、まあ、そこのコメントへの返信というか、まあ、ちらっと喋っときますけれども、楽器こいつ下手くそなくせに、そんな下手くそなやつがくだらないこと言ってんじゃねえみたいなコメントあったんですよ。で、私の実力が上手じゃないっていう耳を持ってる人はさすがだなって思うぐらい、私は上手じゃないとも自分でも思ってるし、そこをね、はったりかまして頑張ってるので、まあ、そういうところを見抜けるほどの方なんでしょうけれども、ただまあ下手だから耳が悪いっていうのはちょっとイコールにならんぞっていうのは私の個人的意見ですけれどもね、それがまかり通るんだったら、耳のいいアマチュアさんたくさんいますからね。で自分の実力が、伴ってなくてもすごく的確なことを言う人たくさんいらっしゃるし、で自分が的確なことを言ってるかどうかわかんないですけど、ただまあ大体の周り その指導者とかプロの人たちと話する機会が今回あって、まあ、動画のきっかけもあったし、もともと知り合いもたくさんいるので、で、あって、あと、うん、まあ、その強豪校の OB とかとも話したりとか、まあね、YouTube の関係の人とも話したりしたけど、大体合ってんじゃねえかなっていう感じでしたね、喋ってることは。ただ、なんていうかな、まあね、難しいですけど結構言葉詰まっちゃいましたけど、結構適当なこと喋ってるようでちゃんと聞きましたからね今回ねそれだけはちょっと理解していただきたいなと思いますけど、速報版がねちょっとね徹夜明けのテンションでガーって喋っちゃったから、あれ、まあ、言葉選びが良くなかったかなって感じはしますけども、ただまあ今回もいろいろ喋っていきますよ。地区大会も聞き行こうかなと思ってます、東京とか。全体的にやっぱりそういうのが、ね、面白いと思うんですよね。そういうの求められてるし、私自体はね音楽をこう評価したりとか点数つけるのあんま好きな人間じゃないんですよ。実際問題なんで奈緒さんはそういうの嫌いなのにそういう話するんですかって言った時に、私は2つの意味があるんですよ。1つはやっぱり私自身のなんていうのかな、なんていうの、まあ、こう再生されるじゃんって話ですよ。こういう話ってみんな好きじゃないですか。でみんなに求められてることはやっぱり話したいと思うし、再生されるし、見てもらえたらまたね面白いと思うので、自分自身がね、それもあるし、もう一つはちょっと遠回りな嫌味なんですよ。要するにこんなくだらないことで点数つけててどうすんのっていう話なんですよね。そのなんていうか、クラリネットがあと2本いればもっと良かったのにって、そんなことって結構くだらない話じゃないですか、正直言って。人数が少ないからどうのとか、音のバランスがどうのとかって、やっぱり音楽は楽しむことが、ね、一番大事だし、その皆さんにもちょっとそれは分かっていただきたいなと思ってこの話してるんですけれども、そのコンクールはあくまでもイベントの一つだと思ってください。その吹奏楽とかのね、吹奏楽部のイベントの一つで、一つの音楽を極めていくってことは勉強する上で、吹奏楽やる上でいいことですから、それ自体は全然いいことだと思います。ただついてしまった点数とか、その
コンクールの結果に関してはそんなに気にする必要性ないと思いますし、私自身皆さん誰一人としてね適当な気持ちでコンクールに臨んでる人いないと思うし、きちんと音楽に向き合っていったと思うんですね。だからそこの辺はねやっぱ常に楽しんで、なおかつその言われた点数とか言われた賞に関してはあまり気にしない方がいいんじゃないかなって思います。私自身ね、全国行ってる学校も行ってない一般の学校も個々の実力としては大した差はないです、正直言って。これ前も喋りましたけど、プロ奏者でさ強豪校の子少ないんですよ、結構本当に少ないんです。なんでかっていうと、ちょっと言葉選んじゃうけど、強豪校の子ってね、強豪校で終わりなんですよ。その吹奏楽部ね、完結しちゃうの、全部。全国行った、楽しかったで終わっちゃうんですよ。で、音大来た強豪校の子何人かいますけれども、全員プロになれなかったですね、私の周りは。で、プロになった人は普通の高校出てる子たちでした。だから結局、審査員はプロの人たちが多いんですよ。私、教員とかね、あと。で、教員とかプロの人たちって、正直言って強豪校出身の子じゃない人も、子って言っちゃいけないか、もう年上の人もいらっしゃるから、多いですよ。だからそんなに自分の学校がどうこうってことじゃなくて、楽器とどう向き合っていって自分がどう楽しく過ごせるか、そして楽しく一生懸命やれるかってところが大事なんじゃないかなって思いますけどね。はい、最後ちょっとすいません、どうでもいい雑談になってしまいましたけれども、はい、楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、サブチャンネルもやってるんでね、気軽にフォロー、登録とかフォローとかしていただけると嬉しいです。ではまた明日、よろしから演奏動画、カサさん動画上げていくんでよろしくお願いします。では失礼します。